ケータのアトリエへようこそ。今回は Ado さんの会いたくてという曲のベースの解説をしたいと思います。ニュアンス付けが多くされていてなかなかに難しいですが、その分やりがいがある曲だと思います。それでは行ってみましょう。早速ニュアンス付けのオンパレードです。ところどころに出てくる装飾音ですが、その時々に合わせてスライドかハンマリングを選ぶといいと思います。難しい場合は一旦装飾音を無視して弾けるようになりましょう。運指もいろんなパターンがあると思うので、いろいろ試してみてください。スタッカート満載のセクションです。音程の変わり目でグリスが入ることで、どの指で押さえるかがある程度決まってくると思います。そのあたりを考えながら弾けるとより深い練習になるので、余裕のある方はやってみてください。前半は8分音符、後半は16分音符がメインになります。この切り替わりでリズムが崩れないように気をつけましょう。ちなみに音程の変わり目に入るグリスからこのポジションを選びました。ご覧の通り、その時々によって使っているポジションが変わっていることが推測されます。シンプルなフレーズのセクションです。高めのポジションでのフレーズがきます。セクション A 同様、ニュアンス付けが多くされているので、どのタイミングで音を動かすかなど意識しながら弾いてみるといいと思います。微妙にセクション B とスタッカートがつく位置が変わったりするので気をつけましょう。8小節目1から3拍目、ロングトーンからのスライドがあります。四分音符分伸ばした後、普天八分音符分で12フレットミに向けて上がり、余った16分音符のタイミングで到着するようにすると原曲っぽさが出ると思います。
いきなり16ボンプが来るので、前のセクションから心の準備をしておきましょう。リズムの決めがあります。ベースは全ては合わせず、あえて外していると思われる部分もあるので注意しましょう。この曲一番のハイポジションが出てきます。グリスアップの距離が長いので、到着点がずれないように気をつけましょう。音の変わり目にあるグリスから運指が今までと変わっていることが伺えます。6小節目、3、4拍目、大きな移動があるので気をつけましょう。このトライトーンの音使いがとてもかっこいいので、綺麗に弾けるように練習してみてください。最後の最後までニュアンス付けがされています。気を抜かないようにしましょう。お疲れ様でした。今回使用した楽譜は、販売申請が出せるようになり次第申請しようと思います。今までの楽譜は概要欄にある URL からご購入いただくことができますので、ぜひご覧ください。 Twitter、Instagram のフォローもお待ちしております。またチャンネル登録、高評価、拡散などしていただけると幸いです。オンラインレッスンなどもやっているので、ご興味ある方はお気軽にご連絡ください。レコーディングやライブ、ベース用楽譜制作のお仕事もお待ちしております。それではご視聴いただきありがとうございました。